護衛艦加賀、艦首が四角へと魔改造され、続いて、出雲が艦首魔改造へと取り掛かる計画に43兆円予算計画が進行中です。今回は、護衛艦加賀、出雲空母化計画で見えた日本の F-35B 戦闘機運用を詳しく見ていきますね。護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証プログラムですが、帰りに、日本が、配備予定の F-35B 戦闘機を完済してくればいいのにと考えるのは私だけでしょうか。2024年も早くも3月に入り、日本の多くの公的機関が、様々な行動の節目としている年度末を迎えており、来るべき来月の2024年度に向けて、これまた数々の分野で、開始の準備が進められている状況にある。日本の安全保障を考える上では、昨年度の2023年度分より2027年度までの5年間にかけて、従来よりも大幅に増額となる、累計でおよそ43兆円規模の予算の計上が計画されており、2024年度は、その2年目を数える重要な年度になると言ってよいだろう。そんな状況下、終わりを迎えつつある2023年度において、一旦の区切りを迎える存在の一つに、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀、があり、2021年度末から開始されていた航空母艦化改修の第一段階が終了となる。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦のネームシップにして1番艦である、出雲の方は、2020年度分の防衛予算から、まず、第1回目の航空母艦化改修が行われ、2021年6月にはその工事を終え、母港である神奈川県の横須賀基地に復帰している。2番艦の加賀も今回の第1回目の航空母艦改修を終えた後は、一度は配属先である母港の広島県の5基地へと復帰するものと思われるが、すでに2023年11月には同改修を一旦終えて、海上でのテスト航行を行ったことが確認されている。いずれも、第1回目の航空母艦化改修を終えたと考えられる出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦、出雲と2番艦の加賀ではあるが、その航空母艦化改修工事の内容には大きな隔たりがあるとされている。まず、1番艦の出雲は第1回目の航空母艦化改修においては、今後開き艦載機とするアメリカは、ロッキード・マーチン社製の、いわゆる第5世代戦闘機、そのストブル短距離離陸垂直着陸型である F-35 ライトニング 2B 型の運用に向けた一部の改装が終了している。出雲で実施されたこれまでの改修工事の内容は、主として艦載機たる F-35 ライトニング 2B 型の着陸時の機関部からの排熱に対応するため、全通式の飛行甲板への耐熱加工や、同機の離着陸時の目安となるイエローのトリムラインの追加などであった。そのため一見した外観上の変化は、出雲に関しては、第1回目の航空母艦化改修の完了後には、イエローのトリムラインの追加が視認可能な程度であり、艦体全体のシルエットに変化が生じたというものではなかった。逆に、加賀は、第1回目の航空母艦化改修において、出雲で実施されたこれらの内容に加えて、大きな外観上の変更を伴う、全通式飛行甲板の先端部分の大掛かりな改修を実施しており、その点では先んじたと言えよう。具体的に、この、加賀における全通式飛行甲板の先端部分の改修とは、従来上から見た場合、台形型をしていたその形状を、真四角の鋭角なスクエア状に拡幅したものであり、2023年11月の海上におけるテスト航行でも、その姿が確認されている。これにより、加賀の全通式飛行甲板の先端部の形状は、アメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦と同様の形式に改められた状態であり、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型の発艦をより容易にするものと説明されている。これは、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型が発艦時に生じさせる気流の流れの影響を最小限に抑える目的と、全通式飛行甲板上に露天駐機が可能なスペースを残し、
スムーズな艦の運用を行うことが目的と言われている。現時点での今後の計画としては、1番艦である、出雲、は2024年度の終わり頃から、2番艦の、加賀、は2026年度から、第2回目の航空母艦化改修工事が開始されるとめされており、共に2027年度中には完了する予定である。出雲、加賀、共に、第2回目の航空母艦化改修工事においては、これまで未着手であった艦内の F35 ライトニング 2B 型の収容に向けた区画の変更も期とされており、これを終えることで、名実ともに航空母艦化が完了すると言えよう。日本としては、太平洋戦争後初の航空母艦の運用となるため、その確実な運用を履行するにあたり、すでに、F35 ライトニング 2B 型の艦載機化と運用を始めているアメリカ海軍の実績をベースに、艦内環境の最適化を図ることを目指しているのだろう。こうして、航空母艦化改修を2段階に分割して、着々と堅実な準備を進めている日本側であるが、艦載機となる F35 ライトニング 2B 型についても、今年2024年度から、実機の納入が行われる予定となっている。艦艇である、出雲、や、加賀、が、海上自衛隊の指揮統制下にあることは言うまでもないが、艦載機となる F35 ライトニング 2B 型については、航空自衛隊が管轄することとなっており、駐機場所としては、宮崎県の新田原基地が、その対象となっている。日本は、F35 ライトニング 2B 型を、現時点で総数で42機調達する計画となっており、駐機船となる宮崎県の新田原基地には、同機を運用する臨時の飛行隊を発足させることが打ち出されており、およそ110名のスタッフが充当される予定である。宮崎県の新田原基地が F35 ライトニング 2B 型の駐機場所として選定された理由としては、母艦となる2番艦、加賀、の母港、広島の5基地、アメリカ海兵隊の同期の駐基地である山口の岩国基地と近い立地であることが挙げられる。さらに、2023年より工事が開始され、自衛隊や在日アメリカ軍の訓練での使用を前提として整備が進められている鹿児島県の離島、馬毛島へのアクセスも良好なことから、この判断は非常に堅実なものであったと個人的には感じている。鹿児島県の馬毛島は、現状小笠原諸島の硫黄島にて実施されている在日アメリカ軍の航空母艦が母港である横須賀に入港した際の FCLP 陸上空母離着陸訓練の代替地としてもともとは整備することが決められた場所ではある。在日アメリカ軍の FCLP 陸上空母離着陸訓練は当該の空母機動部隊の航空機の運用能力を常時保つために必須のものとなっているが、実際には年間で最大での2から3週間程度の期間しか行われない稀有なものでもある。そのため、馬毛島には自衛隊の拠点機能も充実を図り、今回の出雲片護衛艦の航空母艦化改修に伴う、艦載機としての F35 ライトニング 2B 型の離発着訓練を実施する場所としての重要度もむしろ高いと個人的には思える。出雲片護衛艦の航空母艦化、それに伴う F35 ライトニング 2B の艦載機化、馬毛島における同機の離発着訓練の実施のいずれについても、お約束のように、日本の専守防衛という理念から大きく逸脱するという非難の声は一定数が聞こえている。そもそも、冷戦期の日本では、自国が憲法に照らして保有を行わない兵器として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型空母の3つを、時の政権が例として回答した経緯があり、出雲片護衛艦の航空母艦化そのもを違憲とする指摘も絶えない。しかし、日本を取り巻く安全保障環境は、こうした質問が国会内で交わされた冷戦期に比べて、比較にならないほど、中国の軍拡によって悪化していることは明白であり、時勢に応じた方針転換が責められるべきではないと個人的には思う。そもそも論で言えば、特定の通常兵器を攻撃的かそうでないかと切り分けをすること自体が、すでに、今の時代にそぐわない状況と化しており、自国の損害を極力抑えるためには、ステルス兵器と長距離打撃兵器は、必須のものとなってきている。